ツの杉本が今シーズン初ゴール。これはいろんな思いのこもるゴールでしょう。1対2、浦和が逆転に成功です。本当にプレッシャーがかかる場面だったんですけども、はい、バッキングの動きをよく見て、はい、逆サイドに蹴り込みましたね。熟知している2人、そして雄たけびを上げる